こんにちは、ゴンちゃんです。今から120年前の福岡市はコレラの発生で死んだように寂れていました。どうしてそうなったのか、今の福岡県民には無縁の話なのでしょうか。福岡市が近代化へ進み始めた時と並行するように市の町になっていった当時の日常を振り返りますので、最後までご視聴ください。明治35年1902年6月29日、福岡市自中町、現在の極所町、そして五福町付近でコレラが発生しました。8月19日までに市内の患者は53人、うち31人が亡くなりました。さらに福岡県全域にも蔓延して、患者数は858人に達し、469人に上る死者を出したのです。国を挙げて欧米列強に追いつけ追い越せの近代化を進めながら、地方都市の街づくり、特に上下水道、道路など生活環境の整備は全く手つかずでした。県内の各都市も旧藩時代そのままのお粗末な衛生施設で明治の末期を迎え、これが疫病続発の原因となったのです。例えば明治23年1890年6月から11月にかけて、福岡市内だけでコレラ患者258人で、うち203人が死亡しました。赤痢患者630人で、うち149人の死亡者を出し、明治28年の初夏にも福岡県下全域で404人のコレラ患者が出て、237人が死んでいます。さらに明治40年8月から11月にかけても、県下で1253人に上る大量のコレラ患者を出し、879人が死ぬというむごい記録が残っています。明治35年には、福岡市須崎にあった福岡監獄所、今の刑務所にあたります。ここに飛び火して、服役者800人余りのうち60人が感染し、12人の死者を出しています。刑務所は毎日のように釈放者のあるのが普通ですが、流行り期に出所した十数人が感染している恐れがあるとして、氏名を新聞広告で発表し、検疫を呼びかけたりしました。受刑者の人権を守るというより、人命と伝染防止を尊重した非常措置でした。また、福岡市の柳町1組、現在の太白町にあたります。25個のうち17個までが患者を出して、2個は一家全滅しました。感染していない8個は交通遮断で逃げ出すこともできず、全滅した2個の住民の遺体の処理も遅れ、死臭漂う死の町の中で息を詰めて生き延びています。これら流行のたびに全県一斉に集会や興行、海水浴などは禁止となり、盛り場の明かりも落ちて、町も村も死んだように寂れ、疫病神の去るのをじっと待つといった恐怖の経験を繰り返したのです。流行り期はいつも夏なので、伝統の博多山笠など各地の夏祭りもその度に中止になっています。県民は猛威を振るうコレラをトンコロリと呼んで恐れていました。今コレラといえば遠い昔の時代の感染病だと思いがちですが、どうしてコレラの感染は世界的に増加傾向にあります。当時は国を挙げて水際作戦を取り、上陸前に食い止めようと徹底した対策を講じていますが、何しろ貿易体制のお粗末な明治時代のことです。東南アジアから船で入ってくるコレラ患者は真っ先に門司などから入り、瞬く間に全県に伝染して大量の命を奪い続けたのです。福岡県がいつも防波堤となり、県民の犠牲で全国的な波及を食い止める形となりました。なぜこのように大流行を繰り返したのか、原因は前時代そのままの不完全な衛生施設の一言につきます。明治32年の新聞記事によれば、福岡や北九州の町々にはビルが建ち始め、まもなく市内電車も走ろうかというまでに近代的な装いを整え始めながら、道路は泥んこで数時間雨が降り続くと、どこの道路でも溢れた水が家の床下に流れ込み、道は海のようになって買い物にも出られなかったとあります。もちろん上下水道などは夢物語です。
飲料水は全部井戸水に頼っていました。問題はこの井戸水なんです。福岡市では日清戦争後に急に人口が増え始め、中心街には人家が密集しました。下水道が完備していないから、人家の排泄物などが井戸に染み込んでいきました。福岡県庁が市内8300余りの井戸のうち4530箇所で水質検査をしたところ、3218箇所が不良だったのです。特に博多区、現在の博多区はひどく、2926箇所のうち良と認定されたのはわずか378箇所でした。なのでほとんどの井戸水は汚染しきっていたのです。これで疫病が流行しない方がどうかしています。現に福岡刑務所では所内の井戸からコレラ菌を検出しており、当時の町がまともに住める場所ではなかったことをはっきりと示していました。当然良質な水への憧れは強く、生活に余力のある市民は毎日妊婦が売り歩く水を買って飲んでいました。この売り水は元中郡千代村、現在の博多区千代村の松林の中の井戸から汲むので、松源水と呼ばれました。命の水とも呼ばれ、福岡市の管理で、水売り人は株と呼ぶ権利を持ち、登録業者は30人に限定されました。千代の松原から湧き出る松源水は名水として名高く、天正15年1598年に、秀吉が九州遠征の際に、この地で千の利休、神谷宗丹らと共に茶の湯の会を開いたそうです。利休はこの松に鎖をかけて、利休自慢の雲流の小釜をかけて、落ち葉を拾い集めて火を起こし、この松源水でお湯を沸かしてお茶を立てていました。千の利休の釜かけの松は、九州大学医学部構内に石碑が立っています。また地下鉄箱崎線千代県庁口7番出口付近にある井戸跡にある案内板には次のように書かれています。ちょっと読んでみましょう。明治初期、まだ井戸水を利用していた頃、博多部の井戸は水質に恵まれず、そのため飲料水は当時の中郡千代村一帯、現在の博多区千代ですね、に続く松林の砂地から汲む井戸水を運んで賄われていました。これも次第に立て込む人家の家庭汚水で利用できなくなってきた。そこで明治29年1896年、福岡市は飲料水確保のため、千代村片霞、現在の博多区東公園の、東公園の国有地約1アールを年間1円8銭で借り受け、公費50円で施設の井戸を掘った。これが松源水の起こりである。明治34年1901年には福岡市による施設井戸取締り規定が定められています。井戸には監視を置くこと、汲む者は給水許可証を携帯すること、料金は一石180リットルに10銭当てなどと細かく規定して本格的に管理された。このようにして業者も水桶12個積んだ第八車をガラガラ引いて個別に配達したため、上水道湧き水大正12年まで松源水売りは博多の風物詩であった。なお明治33年1900年に皇太子後の大正天皇が来福の際、飲料水と使われ記念の石碑がそばに立っていると書かれています。案内板を要約すると、明治初期には千代周辺は松林でその砂地にあった井戸から水を汲んでいたけれども、人が住み始めて水質が悪化して使えなくなったため、福岡市の主導で東公園のこの場所に井戸が掘られ、これが博多の水のライフラインになっていたのですね。ところで続発するコレラ、汚い井戸水に悲鳴を上げた市民は上水道を作ってくれとやかましく県や市の尻を叩くために、その先頭に立ったのが福博商工会です。明治36年のコレラ流行の後、司祭を募集してでも水道敷設を急げと申し入れたのです。もちろん県も市と重要施策に取り上げて予算も組み、真剣に取り組みました。だけどその後が明治時代ならではの話になるのです。60万円余りに上る国庫補助がどうしても許可にならなかったのです。このお金は軍備拡張に食われて手が回らないというのが理由でした。
県、市は市民の死活問題だとうるさいほど国に陳情を続けたのですが、全然ダメでした。ついに延々5代の市長に引き継がれ、大正12年3月、やっと曲がり淵に初の上水道用ダムを建設。世論が表明してからだけでも22年ぶりに市民の悲願が実を結んだのです。それにしてもあまりにスローモーなお役所仕事でした。市民生活より軍備拡充優先の政治不在を物語る歴史がありました。ただ今でも福岡市の水資源は安心できるものではありません。福岡市の大渇水は2度ありました。昭和53年、1978年の断水287日間と、平成6年、1994年の295日間です。この断水を経験された方も当時の記憶が残っていると思います。昭和53年は異常勝負と高温続きにより、早くも5月には貯水量が 18.7% となる一大ピンチに襲われたのです。断水は5月20日の15時間給水から始まり、6月には5時間給水、午後4時から午後9時まででした。こうした切迫した状態になったのです。以後給水時間の変動はあったものの、断水は翌年の3月25日まで続きました。夏場を挟むこの長期間の非常事態は市民に大きな混乱をもたらしました。市職員の対応だけでは間に合わず、自衛隊の出動、県内外各地からの相次ぐ救援、井戸掘削、学校や市民プールの閉鎖、学校給水の水分なしのメニュー、給食関係業者や開店したばかりの飲食店などの倒産、水洗トイレやお風呂の節水などなど、初めての経験だけにそれはもう大変なものでした。自分はもう風呂に入れないのが不自由でしたね。あの近くの銭湯もあってそこに行ったんですけどね、もう銭湯でもあのシャンプーが限定されていましたね。あの水を使う量がつまり限定されていたんですよ。だからあのゆっくり浸かることができずにね、早々に引き上げていましたが、なんともう本当不自由でした。彦山神宮の雨乞い御神水を市長が曲がり淵水源地に注ぐという神頼みも行われたりしました。平成6年の断水は8月4日から翌年5月31日までの295日間にわたり最長記録でした。高温小雨は5月より始まり、肝心の梅雨期も雨が降らず、梅雨明けも例年より早い7月1日でしたよ。昭和53年以来16年ぶりに渇水対策本部が置かれたのが聖火の7月20日、6時間給水に入ったのが8月4日でした。以後秋以降も小雨傾向は続き、年間降水量は観測史上最小でした。断水は翌年の5月で終わり、対策本部も7月5日に解散。昭和53年に比べ人口も22万人増え、下水道普及率も 2.6 倍に増え、水の需要量は増えたのに、この年は給水車出動はゼロ、作動人員数も昭和53年の半分以下で済んだのはなぜか。それは前回の教訓から供給量の増加、下水処理利用、排水コントロールの構築、節水意識の啓発と実行などに力を入れたからでした。今まで福岡市は節水都市として評価されているものの、油断は禁物です。大渇水の記憶も薄れた今日、地球温暖化や福岡市への人口集中は今後さらに進むでしょうし、楽観は許されません。今まで以上の水に対する心構えが必要ではないでしょうか。ということで、平和な日常生活に突然襲ってくる事故や天災の教訓として、これらと大渇水について解説しました。この動画が良かったと思われたら高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。